なんで一人かっていうと、まあ今大輝とリボンさん下で寝てるんですよ。今日は久々にドッキリを仕掛けたいと思います。ターゲットはリボンです。企画の内容は、目隠ししたら意外と食べ物わかんないんじゃねっていう超しょうもないこのクソ企画、これを使って、あ、多分寝起きだからあいつらバカだし、普通にやってくれると思うんでそれをやるんだけど、この動画で大輝には全く何もしません。ターゲットはあくまでリボン。その味を2個、あの、当ててもらうのに、1個目は醤油を食べてもらうんだけど、多分まあちょっときついとは思う。で2個目デスソースです。デスソースを多分あいつ辛いの苦手だから、えぐい顔になるとは思うよ。てかもう想像つく、多分みんなも想像ついてる。リボンがカレーってみたいな顔、あの顔を今日見せるんだけど、なんかまあね、前回の動画見てもらった人はわかるかもしれないけど、俺あいつらにかなりいたぶられましたね。だからそのやり返しを俺はしたいから、今回、とりあえずはまあリボン、今日からリボン大輝ターボ、絶対にドッキリで潰してやります。その第一弾がリボンです。この動画を見てね、彼らはヒヤヒヤすることでしょう。絶対やってやりますからね。どう、この一丁前にグリーンバック、やばくないですか。レッツゴー、アイサムー。はい、だと思ったよ。アイサムー。はい、だと思ったよ。はい、サブってすごいな、入るな。うるせえ、寝起き。寝起きま寝起きだよ。お前12時間ぐらい寝てただろ、お前。そんな寝てない、バカ。さすがだな。強くなれる、なんちゃらなんちゃら、今日ね、俺が企画を持ってきましたよ。なんすか。君たちはタバコを吸いすぎです。多分味覚がおかしくなってるんよ。はい、プラス、目隠しをすると味って意外と分かんなくなるらしいの。ガチで、いや俺ってことで、聞きタバコ、タバコじゃねえ。今聞いた、味覚がおかしいプラスこれで食べたら分かんないんじゃねえのかっていう超至ってシンプルな。ああいいじゃん、シンプルな企画、俺めっちゃ好き。やりまーす。じゃあ大輝リボン、大輝リボンの順でいきますか。変なの来たら俺もう本当に無理だよ。やばい、これです。やばい、終わった、終わった。とことか言ってんだろ。終わった。いや本当に終わったよ。いやこれ分かるでしょさすがに。てか俺そのなんか目隠ししたら味分かんないっていうのがもうそもそも嘘だと思ってるから。これは分かんないとまずい。確かに。じゃあいきますよ。これはマジで分かんないとまずい。わかった。ああ、わかった。マジ余裕です。答えはマヨネーズ。おお、嘘やん。これえ、これ絶対嘘だ。余裕で開けていいもん。マヨネーズ、マヨネーズ余裕だよ。いやこれはもう余裕、これは余裕すぎる。これは余裕、これは余裕。絶対嘘じゃん。じゃあこの噂嘘。え、マヨネーズ結構きついって言われてんの。いやいや、わからないけど目隠ししたらって。これはいける。あ、ほんと。次リモンさんいきますか。まあ俺ら、俺ら次第ってやつだよ。これそう、俺ら次第。妨害になるか、俺ら次第。まあまあ、俺みたいなキャラがこういうのをやるわけじゃん。はいはい。もう、いい予感しないんだよ。違う違う、俺、マジで検証やってるから。確かに確かに。あ、これやばい。次、これいきます。はい、いきますよ。怖い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 。でも、これ分からなかったらもちろんやばいよ。まあね、ガチめに。これは分かるでしょ。いきます。はい、これはさすがにわかるでしょ。え、そんな、くっせくっせくっせ。ほんとだ、これきついわ。あれくせ、これきついわ。さすがにわかるけど、むせるこれ。これなんですか。醤油。あ、正解。え、濃すぎるこれ。え、絞りたて生醤油だからね。絶対濃いわ。絶対濃いわこれ。さすがにわかるわ。涙目すぎ。マジマジ、ちょっとむせすぎた。ちょっとやばい、マジ。
最初の入りのインパクトがでかすぎてもう、うん、うーってなったもん。いい醤油はちょっときついな。きついか、そうか、ごめんな。まあ、かき氷のシロップやってみたいわ。何を？かき氷のシロップ。何それ？なんか本当は味一緒らしいよ。そうかき氷のシロップは味一緒みたいな。マジで？だからそれこそ目つぶったらわかんないみたいな。そう、なんか色で脳みそがそういう認識でこのいちご味とかレモン味ってなってると思ったのって。こっち書いてある。それやろう、それやろうよ、今度シロップ、シロップ売ってねえんじゃない？いや、そうだね。ドンキーでも売ってる、絶対ドンキーでも。ははは、違う、アマゾンで絶対売ってる。アマゾンも売ってる。アマゾン、ドンキーで売ってる、全部売ってる。間違いない。なるほどね。うわ、悔しいな、じゃあ次第一期。急激に難易度上がります。ドン！いや、これ…これ…これ分かったらすごいよ。いや、俺多分分かんないと思う、これに関しては。え、なに？いきまーす。怖いな、これ。何これ？で、大輝なら分かるかもしんない。大輝が一番分かるかもしれない。うん、ん？いや、でも俺、味的には分かるんよ。おう、口にしたことある味。え、これ何？もう一回いく？もう一回。あ、来たわ。お、嘘だ。俺分かんねえよ、これ多分やられたら。マジで。これ多分ね、うん、お菓子系じゃない？お菓子系なんか飲み物だと思うんだよ。おお菓子系、チルチル棒のやつ。チューベットか、チューベット。チューベットね。そうじゃない、それ以外分かんない。マジで？うん、いい、もう開けて。いいよ、せーの。ヘパリーゼ。ヘパリーゼだからだ。ヘパリーゼかの味するでしょ、ちゃんと。うん、言われたらね。なんかエナジードリンク系だよね。うん、ヘパリーゼか、絶対分かんない。おい、これちょっと、これ自体が難しかったっていうのはあるわ。レア、結構レアなお題だ。確かに。え、これえぐっ。全然わかんない、全然わかんない。ほんと？よし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 、いいよいいよいいよ。わかんねえ、こういうの待ってたよ俺は。いや、やめた、じゃあ、調味料系だと多分わかるよ。調味料はね、調味料はさすがにちょっと使いまくってるから。あー、こちら、ダウン。おー、まあ調味料ですね。まあね、確かに。あ、やべ、いっちゃった。え、うん、いきますね。はい、いきまーす。もうこれ普通に良くないじゃない、普通に。やばい、開けちゃダメだよ。でも飲み込まなくてよかったね。いや、そんなに事件じゃない。どう、久々に元祖YouTuber あるあるのデスソース。久々に超軽い、やべえこれ。あー、やべえ、いってよ。こんなよくわかんねえ企画やるわけないじゃん。最初からこれ目的だよね、絶対そうと思った。最終的にだから来ると思ったけど。そうだよ、そう、俺もちゃん、俺も分かったけど、こっちに来るから、こっちに来るから、だから大機関車。あー、そういうことだ。あれ、あ、後引き長いからね。やばいやつ。もう氷食っといてね、氷。でも撮影中は食べちゃダメだよ。そうそう、撮影中は食べちゃダメだよ。じゃあ雑談しますか。うん、そうだね。あー、やめて、早くもう終わらせて。おいしい？目覚めたでしょ、ちょっと。目覚めた？めっちゃ覚めた。最初の目の開きが違うもん。めっちゃ目覚めてる。笑けてる。笑けてる。あ、いいぞ、ノブさん。眠そうなやつ、これからデスソース買わせないんだよ。そうだね。お前寝てるだけ口開いてるから。そうだ、その名が足ります。それ口開けて寝てたらちょっと話します。ちょっとなんか喋れ。まず言ってんだよ。次分かんない、次分かんない、次分かんないから、次何来るか分かんないから。いや、もう本当に大丈夫、大丈夫、やだ、大丈夫、やだ、やだ、もう狂変みたいになってんの。やだ、大丈夫、言い方が狂変みたいな。やだよ、やだよ。ああ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 あ
くちゃ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 、もっと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 くちゃくちゃ、もっとくもっとくちゃ、もっともっとくちゃ、はい、これ何これ何、キメキメこいつ、さっきまで寝起きの男がめちゃめちゃもう目覚めてる、幸せです、やばい、もう今一番これうまいでしょ、うん、もう世界一うまい、面白かったチャンネル登録、よろよろよろ。